ダラム伯爵は、イギリスの伯爵位。連合王国貴族。初代ダラム男爵ジョン・ラムトンが1833年に、除されたのに始まる。旧神派の政治家として、選挙法改正に尽くしたジョン・ラムトンは、1828年1月29日に、連合王国貴族、カウンティ・パラティン・オブ・ダラムにおける、シティ・オブ・ダラム及びラムトン・キャッスルのダラム男爵。 ついで1833年3月23日に、連合王国貴族ダラム伯爵とラムトン子爵の釈意を与えられた。現存の6代ダラム伯、アンソニー・ラムトンは、保守党の政治家として活躍していたため、政治家としてのキャリアアップに不利な貴族院議員になるのを寄避し、1970年2月に就職した際、同月のうちに釈意一大放棄を行って、 庶民議員の地位を維持している。2015年現在の当時はその息子である7代、ダラム伯、エドワード・ラムトンである。ダラム伯爵家の本邸は、ダラムのラムトン上である。初代ダラム伯爵、ジョン・ラムトン。ありがとうございます。